皆さんこんにちはスマイリンパークオンデマンド認知症ケア講座チーフインストラクターの田代です今日はよろしくお願いします今日のお話は瞑想神経反射による失神というお話です施設に限らず病院に入っている人も排便時に意識消失ししばらくすると意識が回復し何事もなかったかのようにしている人を現場の人はおそらく幾度か経験し 迷走神経反射という言葉、まあ病名ですけども、それもご存知かと思います。厳密には血管迷走神,神経反射と言いますが、えー、今日は迷走神経反射という言葉でお話を進めていきたいと思います。えー、これ内臓ですね、心臓、肺、肝臓とか腸があります。これらはですね、交感神経という神経と 副交換神経、まあ、ほとんどが瞑想神経なんですけどもその2つによって調節されていますつまり内臓を私たちは自分の意思で調節することはできませんできませんので自律神経この2つを合わせて自律神経と言いますが自律神経という神経によって内臓は自律していますので自律神経という表現になります。 内臓自律神経の臓器となりますが交感神経と副交感神経瞑想神経まあほとんど同じですがそのバランスで保たれています瞑想神経ここ脳幹という円髄というところですけどもそこから出るこれを瞑想神経と言いますですから心臓とか肺 まあ重要な臓器に関しては瞑想神経という副交感神経が全部司さどっていますでこのバランスで保たれている何が保たれているのか、まあ、向上性簡単に言うと私たちの健康はこの交感神経と副交感神経のバランスで保たれていると言っていいと思いますこれは自律神経の臓器 まあ内臓と思っていただければいいんですけども発汗とかですね多少違ってくる部分もあります自律神経の臓器に対する主な機能交感神経と副交感神経に分かれて交感神経が強くなると心拍数が増える副交感神経が強くなると心拍数が減るというふうに相反するように体の中は作られています先ほど 肺便時に消失と言いましたこれはいわゆる気張る息むということですね。お腹息を止めておなかに力を入れるという状況になります。そうすると二次的に腸管運動を更新させる排便使用という働きが強くなります。 意識的に腸管を動かそうということはできないんですけども、まあ、腹圧をかけることによってこちらの腸管運動を動かそうという働きが生まれるということで内臓を自分の意思で動かすことは調節することはできませんしかし二次的に副交感神経を強くするということはできます気張りすぎるということですそうすると 交換神経系が強く働き出すそうなるといわゆる心拍数は減少気味血圧低下血管拡張という状況が生まれます、まあ、一瞬で生まれると思っていいと思いますそうすると意識消失発作という状況が生まれるということです 普通はですね、瞑想神経、副交感神経と交感神経がバランスよく保って、私たちの内部環境、健康を保ってくれている。しかし、何らかの状況によって、瞑想神経が強くなる。つまり、気張る息むでこういう状況が生まれる。相対的に瞑想神経が強くなった状態。 き無でこういう状況が起きると意識消失発作が起きるそのため便秘しないように下剤の調節が必要ですがあまりに多量の下痢でも起きますのでただ柔らかくすればいいという問題ではありませんここで意識消失しました意識なくなれば気張るき無はできませんここが消えます そうすると当然血圧低下もなくなりますので意識が回復して元の状態になるというのが肺便反射瞑想神経反射という状況です、えー、今肺便時の意識消失の話をしましたが瞑想神経反射ではさまざまな原因によって副交感神経が活発になって血圧の低下 脈悪の現象などが生まれまれす、まあ、例えば睡眠不足疲れている時長時間経っている時痛みや緊張などの精神的なストレスを感じた時にも瞑想神経反射は起こりやすすくなっていますそして緊張や痛みなどのストレスによって迷走神経反射は新型コロナワクチンに限らずワクチン接種時や 血液検査、針を刺すすすととというここですねその際に生じることがありますコロナワクチン接種後は15分間椅子に座るようになっていますがこれは迷走神経反射の予防だけでなくアナフィラキシーショックという、まあ、突然来るショック状況を確認するためでもあります、まあ、一般的にワクチンの接種前には十分な睡眠をとり接種後15分は椅子に座る 体調が優れない場合には、体を横たえるなどの予防が重要とされています。この迷走神経反射により失神する際には通常頭がふらふらしたり、吐き気発汗冷や汗ですね。そういう症状を伴うことが多いとされています。しばしばこのような発作があるような問題ですが、このような兆候があれば椅子に座る。 横ににななるるるどの対応ををり店頭による怪我防止をすることが重要ですまあ崩れ方といってその場に崩れる場合もありますし突然倒れる人、まあ、車の運転中であれば意識消失して交通事故もありますので何か異常を感じたら路肩に止めて運転しないということも大事だと思います。 瞑想神経反射自体はですね横になって休むことなどで治りますので特に健康上大きな問題になることはありませんがこの発作を繰り返す時には医療機関で脳や心臓等の検査をすることが必要です先ほどはこの腸管運動のお話をしましたけどもが収縮、まあ、強いい込みととうことになります。これが起きてもですね 副交感神経系が強くなると先ほどと同じのように意識消失発作を招きますこれを「せ失湿疹」といいますがせ失湿疹の場合にはあの瞑想神経反射以外にも違う問題点があります多くは激しい咳の後に数秒から10秒ぐらい全く痕跡なく後遺症なく回復する湿疹です 中年の男性が圧倒的に多い、肥満、合致した体型、喫煙者集合においとされています。なぜ起きるのかというと、激しい咳をすると、胸空内圧が非常に上がる、つまり血液が胸腔内に戻ってこれなくなります。その結果、脳の静脈管流という静脈も戻れなくなると、脳脊髄圧が高くなって、 脳の血管を圧迫したりして脳の虚血が起きて一過性の湿疹を起こすのではないかという説がありますまあおそらくこの2つの,あの説がありますが瞑想神経反射プラスこの脳脊髄圧上昇によって脊湿疹というものがあります実は私この7月に2回経験しました、えー、非常に 喉が痛いことから声が全く出せなくなって講演とか学校の授業で1週間で10時間しゃべる週がありました。でその時に本当に声が出ないちょっと汚いタンも出るということで何らかの感染もあったと思います。で咳き込んでる時に意識を失いました。で一応こういうことも知ってました。でテレビも見てましたので状況分かってましたのでああこれが咳失神かと思いました。 ただ今度の2回目はですねあの、認知症ケアの仲間とお酒を飲んでるときに、まあ、簡単に言えば人前ですね、5人の前で意識を、まあ、数秒だと思いますが、失ってしまいましたで。そして、みんながですね、気がついたら、意識回復したらみんなが大丈夫、大丈夫とかね、いろいろ言うんですね。自分じゃ何のことかわからないんですね。ですから、 検討式障害ですねなぜここにいるのか、なぜみんなが心配しているのかわからない。だけどちょっとしたらもう思い出しました、ああ、せ失神だというの分かっています。ただ、その時に大丈夫と言われることで自分が不安になるということは分かりました。もし皆さん、あの、改弁時の失神、迷走神経反射で意識を失った方、大丈夫と言ったら余計心配になりますので、おはようとかですね、 気分はどうですかと普通の言葉をかけられたらいいかと思います失神を経験した私ですのでこういうスライドを作りました瞑想神経反射による失神以上で終わります